とゆりこたえがです。皆さんこんにちは。今回はイギリスに行きました。超楽しかった。もう今まで一番楽しかった。もう最高だったよ。マジで最高だったよ。東京が初めてに来た時と同じ気持ちだったぐらい自分もびっくりしてたんですよ。イギリスはね、もう心がの動画はね、結構私の友達マンティちゃん、マンティちゃんはね結構出ると思うんですけど、10年ぶりにまた出会って、今回のイギリスは回ったりとかノリノリでロンドンに回ってきました。はい、とりあえず動画へどうぞ。ポン。よし、今からロンドン。こちら行ってきます。おはよう。今はロンドンに着きました。イエイ。こんな感じです。今ね駅に着いてますが、結構もうロンドンっぽくてちょっと大きな感じしたんです。でも超やばい寒い。14度ぐらいで、今2時ぐらいの午後なんですけど、もうこんなずっと天気だったらもうやばくて、全然服とか持ってきてないし、なんか日本はまだ暑かったし、まあまあちょっとぐらい寒くて、このジャケットぐらい持ってきてもいいかなって思ったら、全然平気じゃねえよこれ。やばい。で今から私の友達の家に泊まって、荷物を置いて、もう買い物をしたいと思います。着いた。私の友達マンティちゃんです。どうも。はい、かわいい。超重いこれ。すごい、やべえこれ。あ、まだちっちゃいの道に今に入ってたんだけど、もうおしゃれだね。どこでもインスタンバイになる。きっと分かったね。すごい、すごい、すごい、めっちゃすごい。イエーイ。スタート。私はメディです。メディです。よろしく。12年前からの知り合いの友達です。かわいいこれ、すごいかわいい。キラキラ靴。すごい。一つのビビアンのお店に着きました。でも18時もう閉まってたらしいので、ここの辺りにブラブラにしたいと思います。結構ね、思ったよりお店が早く閉まるね。18時はもう閉まるかって思って、イタリアはまあ大体8時ぐらい。綺麗。ロンドン、超ロンドンっぽい。いや超嬉しい。夜でもすごく綺麗です。え、ここは、なんだっけ、待って、日本語忘れた。すごい、夜でも超綺麗し、超明るいから、絵になります。で、一番最初はね、なんか日本に行くの前に、ロンドンに勉強したかったんですよ。英語と一緒、デザインとか、それでね。そう、ただそのなんか、あ、もう時間がないから、もう直接日本に来た。でもこんな感じでさ、あーってな感じ。あ、もう私の愛がもう完全に日本とロンドンしかないと思う。あとイタリアは生まれだから損だけど。本当にみたい。手みたい。もうどこでも写真撮りたいぐらいよ、マジで。やばい。何年？なんかイタリアと全然違うね。やばい、超うまい。すげえ。ちょっと日本に持ち帰りたいからだ、サチ。そして、どうやってわからないけど、チャイナタウンまでに来たんですよ。ここも素敵。あーね、なんかここのチャイナタウンはすごく綺麗と聞いたことあるんだけど、こんな感じだなって。ちょっと違うね。イタリアのチャイナタウンなんでこんな感じじゃ、
こんな意味上ちょっと違うかな。よし、今地下鉄だ。一つはね、気づいたのことはね、エスカレーター超速い。わかるかどうかわかんないけど超速い。なんかアニメの中に見たことある気がする。で、日本みたいで待ってる人が右の方で、で、急いでる人は左。なんかどこでもそうに見えるけど、実はイタリアはないですよ。どこでも音楽素敵だな。日本でもね、こんな感じでやってほしいくらい。今一番パンコストリートに来ました。カンベン、カンベンデール、カンベンタウン、カンベンタウンに来たです。イエーイイエーイ。いやー、もうやばい、めっちゃ買い物する。今これからでも自分のお金がもう貧乏になるわ。チャラもうかっこいい、原宿みたい。これかっこない？超かっこいい、超安い。なんか5000円ぐらいのスカートが安い。Dr. Martin's official Dr. Martin's shop. Yeah, I'm so happy.やばい、コレクティフというのお店、超かわいい、50年みたい、超かわいい。これ全部欲しい、超かわいい。これね、なんか日本人もね結構好きだね、こういう感じ。わ、かわいい。あ、これ似合いそう。原宿で、ね、これを着て原宿で歩きたい。うんうん。まあ、わかってるよね。で、本物の変わるシーンですよ。だからなんか綺麗だけじゃなくて、もうクオリティ的にはすごくかっこいいし、まあ2万ぐらい。安いと思う。超安い。これってさ、人形したら6万〜7万ぐらい、10万ぐらいにも。I don't know what she's saying. Okay. というのストリートに来ました。で、ここに、一番ワールドエンドの、ビビアン・ウェストフードのお店が開けましたので、まあ普通の買い物しに来ました。イエイ。全部の金を捨てよう。これだ、これ一番最初のビビアン開けたのお店です。よし、で、買い物終わった後に店員か、店員さんはね、日本人だった、さすがって思って、で、そのビビアンの近くにこのピッツァ、ピンクピッツァのお店があるらしいんですよ。全部ピンクだよ、かわいい。全部ピンクだけど、みんなイタリア人でピッツァが売ってます。イエーイ。これはね、マリナーラと言うんだ。
マリナーラはなんかモッツァレラとかチーズがなくて、ただのトマトとオリガノ緑のやつとオイル。よし、いただきます。うん、おいしい。うん、めっちゃおいしい。外は結構ガリガリな感じで、でも上がすっごく柔らかい。で、オイルがすごくおいしい。多分イタリアのオイルを使ってると思うんだけど、まあイタリアと一緒。超綺麗。ここチャリンクロスステーション、チャリンクロスステーションです。すごい綺麗。今はね、バーガーを食べに来たんです。シェイクシャック、シェイクシャック。やばい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 、やめてくれよ。わお、クッソソースはチーズフライズ。わお、うん、おいしい。どうでしたか？すごいよね、ほんと。どこでもそのアニメのようだった。ワイルドエヴァガーデンでもすっげえ思い出すの。あそこに歩いて、わー、撮影しに行きたいなってもう思ったんです。結構イギリスに行っていろんなことが変わってきた気がする。自分で何が本当が好きか、一番最初が私は何がやりたかったんだろうっていろんなことが思い出して、やっぱりその諦める意味なくないって思ってたんですね。なんか合わなくてもやってみたいことがやっぱりまだ多いから、だからまだ何かできたらいいなって思います。よし、皆さんイギリスとかが興味がありますか？行ったことありますか？ロンドンはどうですか？ぜひコメントにお待ちしております。またよろしくお願いします。 Thank you so much.